のり先生を喜ばせてあげよう。楽しみ。これ以上はメリルを危険な目に合わせるわけにはいきません。わかったよ、採取はできたし、よしとしますか。じゃあそろそろ帰ろう。帰りなさいませ、姫様。お待ちしておりました。あのね、ルーフェス、これは午前中は算術と歴史の授業、午後からは礼儀作法の復習。その予定を全く無視し、町はおろか町の外まで出ていた理由は後ほどデジエ様の前でお聞きするとしましょう。この無表情の圧力、何年経っても慣れないな。こんな時間まで一体どこに行っていたんだね。勝手に城を抜け出したりしないとあれほど約束していただろう。みんな心配していたんだぞ。ごめんなさい。お説教は後でちゃんと聞くよ。その前にちょっとお願いがあるんだけど。ダメだ。まだ何も言ってないよ。お前の願いはいつだってろくなものじゃないだろう。どうせ姫を辞めて旅芸人にでもなりたいとか言い出すんじゃないか。うん、違うよ。私、錬金術師になりたいの。錬金術師か。それならまあ。何？錬金術師？うん、いいでしょ。絶対にダメだ。よりにもよって錬金術師とは。私は絶対に許さないぞ。どうして？立派な仕事じゃない。我が国にはトトリさんという一流の錬金術師をお招きしている。それで十分だろう。
何よりお前には王女としての役目を全うする義務がある。役目って何よ。この国アーランドと合併してなくなっちゃうんでしょ。ちょっと錬金術をやるくらいいいじゃない。アーランドとの合併は5年後。その日が来るまで私たちは王族としての責務を果たさねばならない。王族の責務って、つまんない勉強して礼儀作法を身につけることが責務なの。国を守り発展させること、そしてそこに住む民を導き豊かな生活をもたらすことと存じます。その通り。王族として生まれた以上お前にはその責務がある。この国がちっとも発展しないのはどうして。お父様はちゃんと王族の責務を果たしてるの。へりくつを言うんじゃない。とにかく錬金術師だけは絶対にダメだ。わかったね。もういい。お父様のおたんこです。おたんこなす。こら、メルル、待ちなさい。毎度のことながらあの子には驚かされるな。まさか錬金術師になりたいと言い出すとは。冗談ではなさそうですね。いつもとは違って本気のように見えましたが。確かに今回は少し様子が違うな。しかしどうすればいいものか。陛下、ご提案があるのですが。陛下のご心配と姫様の望みを解決する一案としてお聞きください。出してきちゃったけど、これからどうすればいいんだろう。メルル、待ってください。これからどうするのですか。あの様子ではデジエ様はとてもお認めにはならないかと。もちろん私は絶対に錬金術師になる。こんなことで諦めたりしないよ。でもお父様をギャフンと納得させるにはどうすればいいんだろう。おい、あ、ダイヤス君、門番のお仕事ご苦労様。その門番としてはお姫様に頻繁に出入りされるとは立場がないんだがな。少しは城でおとなしくしてたらどうだ。また暴走して兄貴に迷惑をかけてるんじゃないだろうな。うん、暴走なんてしてないよ。そりゃ少しは迷惑かけてるかも。自覚はあるようだな。あんたと違って兄貴は忙しいんだ。あまり手を焼かせるなよ。なるべく気をつけるよ。それでしょぼくれた顔してどこに行くつもりなんだ。え、それはどこだっけ。ひとまずトトリ様のアトリエへ行くというのはどうでしょう。そうだね。先生なら相談に乗ってくれるかも。それじゃあまたね、ダイヤス君。おい、ちょっと待て。どうせ言っても聞かねえし、行き先も分かったしほっとくか。それにしてもあいつまた何かやらかしたのか。面倒なことにならなきゃいいけどな。エルルちゃん、お帰りなさい。素材はちゃんと集まった？王族の責務、王国の発展か。やっぱりお姫様って大変なんだね。
それでメルルちゃんはどうするつもりなの？もちろん諦めきれません。ようやくトトリ先生に認めてもらって錬金術師としての一歩を踏み出したのに、このままじゃ錬金術師になって退屈なお城の暮らしから抜け出してアールズの外の世界に行くって夢も叶えません。本音が出ましたね。まあずっと外の世界に憧れていたメルルですから仕方ありませんけど。だから私、お父様が認めてくれるまでここから動きません。それはトトリ様に迷惑がかかるのでは。私は平気だよ。このアトリエだってメルルちゃんが自由に使っていいんだから。でもお父さんの協力なしに錬金術をやるのは無理だよね。そうなんですよね。どうすればお父様に認めてもらえるか。そうだな、錬金術が国の発展に役立つってことを証明すればいいんじゃない？なるほど、国の発展か。さすがは先生です。でも具体的にはどうすればいいんですか？なんだろう、そこまではわからないな。国の発展に役立つもの。ではルーフェスさんに相談してみませんか？アールズ王国のことを誰よりも知っているのはあの方ですから、いい答えを出してくれるはずですよ。ルーフェスか。協力なんてしてくれるのかな。反対にお説教されちゃいそう。ルーフェスさんが苦手なんだね。それじゃあ明日私が行って話をしてくるよ。二人とも採取で疲れたでしょ。今日はここに泊まっていって。頑張るのは明日からだよ。お待ちしておりました、姫様。お話はすべてトトリ様から伺っております。どういうこと？王族の責務と錬金術、この両立をお考えになっているのでしょう。ちょっと最初の目的とは違うけど、どういうことになるのかな。国の発展に錬金術を使うとの提案を受け、具体的な運用方法を模索していました。そのための方法はすでにご用意しています。結論から申しましょう。姫様には国の開拓事業に錬金術を使って対応していただきたい。
周辺国に比べて立ち遅れている我が国を発展させることができれば、王族の責務を果たせるものと考えます。よくわからないんだけど、錬金術で人の役に立てばいいってことよね。でもお父様が認めてくれるかどうか。それは姫様次第でしょう。デジエ様はああ言いながらも、姫様には頑張ってもらいたいと思っているのです。そうかな。あの時の反対っぷりは、いつもの私が何かしたいって言った時とは全然違ってた気がするけど。デジエ様は心配なさっているのです。錬金術というものがどれだけ危険かご存知だからこそ。え？いえ、何でもありません。さて、詳しいご説明は執務室にていたします。ご足労いただけますか。では、説明に移らせていただきます。大まかにはこのようなところです。ご理解いただけたでしょうか。分かったような、分からないような。実際に作業を行っていけば、おのずと理解も進むでしょう。今回は最初ですので、私の方で案件をご用意いたしました。最寄りの森を担当している兵士から、食料が不足しているとの陳情が来ております。速やかに彼らに食料を届け、兵士の生活環境を改善してください。分かったわ。いろいろありがとう、ルーフェス。じゃあ早速行って。お待ちください。まだ話は終わっておりません。え、もしかしてお説教。あなたの私に対する印象はそれしかないのですか。この先、町の外での活動が多くなるでしょう。万一のことを考え、護衛をつけます。入ってこい。まだ修行中の身ですが、戦闘はそれなりにこなせるはずです。おそばに置いて邪魔にはならないでしょう。別に行きたくて行くわけじゃない。兄貴の頼みだから仕方なくだ。相変わらずだな。これからよろしくね、ダイアス君。